今回はこちら IGP スポーツのフロントライト VS1200 のご紹介です。スペックは最大1200ルーメンとなっており、 500mAh のバッテリーを搭載し、最長70時間の連続使用が可能となっております。加速度センサー、光センサーによる自動点灯、自動消灯に対応、またサイコンやスマートフォンと連動し、細かなカスタマイズも可能となっております。マウントはガーミンの互換となっており、レッグマウントなど市販のマウントを利用することなど自由度が非常に高いです。マウント方法は吊り下げ専用となっております。重量は約 160g、 防水性能は IPX6 に対応しております。はい、こちら USB Type-C に対応しており、モバイルバッテリー機能も搭載していますので、ここから他のデバイスを充電するということも可能となっております。今回の IGP スポーツ VS1200 なんですが、1200ルーメンという非常に明るいライトとなっております。もちろん1200ルーメンの考慮で使用しても良いのですが、このライトの最大の魅力は細かなカスタマイズができることです。カスタマイズはスマートフォンの専用アプリから行います。ではアプリの説明をいたします。こちらが IGP スポーツ専用のアプリで、自社製品のデバイスを統括的に設定やアクティビティなど閲覧することが可能となっております。今回の VS1200 専用のカスタマイズ項目があり、順に説明していきます。まず使用時間、現在の使用中のモードの駆動時間を表示することができます。モードを切り替えれば、各モードごとの駆動時間をパーセントではなく、残りの何時間何分で表示されることができるので、とても分かりやすいです。中でも面白いのが、消灯時に残りの待機時間が表示されます。放置している間も放電により少しずつバッテリーが消耗するわけなんですが、その残量も細かく見ることが可能となっております。とても便利ですね。次、ヘッドライトモード。こちらは本体のボタンを謳歌するのと同じ動作となっております。本体のみの場合は、一巡しないと一つ手前のモードに切り替えることができませんが、こちらなら直接任意のモードを選ぶことができます。次、カスタムモード編集。モード切り替えの一つにカスタムモードがあり、そちらの細かな設定が可能となっております。任意でお好みの光量で設定はもちろん、点滅であれば間隔まで秒単位で細かく設定することが可能となっております。標準の切り替えモードでは、ハイの1200ルーメン、ミドルの600ルーメンが固定となっており、ローモードとされる300ルーメンですが、こちらの加算モードによって設定することで可能となります。細かく設定しても、先に説明した使用時間に反映して、残り何時間何分という駆動時間を見ながら細かく設定することも可能です。次、インテリジェントな関数構成、自動消灯などの設定をすることが可能です。周囲の明るさを感知し、トンネルに入れば自動で点灯、トンネルを出て日中であれば自動で消灯なども設定することが可能です。また対応している GP スポーツのサイクルコンピューターと連動することが可能です。このように細かな設定ができるのが、この VS1200 の魅力の一つではないでしょうか。光量配光に関しましては、今では珍しいスポットタイプとなっております。昨今では左右に配光が広がるフレア型が主流となりつつあります。光を一点に集中させるのではなく、周囲を明るく照らす分散型の配光のことです。フレア型は周囲を明るくする分、正面の明るさはスポットタイプに比べると何段階か落ちてしまいます。今回の VS1200 の場合はスポットタイプとなり、手前の左右の光量は落ちるんですが、正面の明るさはとても明るく、より遠くを照らすことに特化したライトとなっております。なので、巡航スピードが速い方は、いち早く遠くの障害物に気づくよう、遠くを照らすスポットタイプの方が相性が良いと思います。今回の VS1200 は、定番ライトであったキャットアイの9V800 と同等の明るさがあり、旧型の V800 を好む方には満足のいく光量配光となっております。実際に使用してみた感想ですが、スポットタイプの明るさは安心感が違います。より遠くを明るく照らす1200ルーメンというのはとても魅力的だと思います。また点滅であれば最長70時間、点灯でも最長25時間連続使用が可能という大容量バッテリー、残り残量を時間で表記するなど、ロングライドにはとても適した仕様となっております。いかがだったでしょうか。 IGPS スポーツの VS1200 ワールドサイクル別行にて発売中でございます。